です今回は、プロップスというね、小道具という暗号通貨に注目しておりました。で、えっ、ー、と、一つね、ご質問をいただきまして、そちらに回答しようと思います。まあ結論から申し上げますと、この小道具、プロップスというね、仮想通貨、普通のやり方では売買はできません。えー、つまりね、特定のプラットフォームの中に閉じ込められた通貨になってるんですよ。ただ、なんとか買おうとすれば、 買えないことはありませんが、まあ、ご指摘のとおりにね自由な時に売れるかっていうとそうではありませんというのが売ろうとした時に買いたいって人がいないといけないんですよね、まあ、こういうランキング外の仮想通貨ってのは買いたい人って珍しいんですよで持っていて儲かったんだったら売りたいって方は結構いらっしゃるんですよで特に単価が安いと1万円とか10万円買ってもかなりの保有数になりますからね じゃあそれをじゃあ1万個売りたいって言ってもねじゃあ買いたい人が1000個でいいよって言ったら売れ残っちゃうってことになるとでそうすると在庫がダブついてるんで安く売りますってことになると価格が下がるということになるんですよねまあその辺ちょっと説明複雑になるんですけども繰り返し言いますとこの小道具っていう通貨はビットコインみたいな有名なコインと同じように自由に売買できるかっていうとそうではないんですよねまあ取引所交換所ってものが ありますんで、そこでなんとか買えないことはないんですけども、ただ、その取引所ですらものすごくマイナーで、アカウント作るのも一苦労みたいな感じなんですよ。じゃあ一体ね、なんでこの小道具っていう通貨を私が紹介したのか、もしくは今までにいろんなね、暗号通貨をこうやって動画で取り上げますけども、それはなんでなのかと。まず一つは注目してもらいたいんですよね。マイナーな通貨。これが、 値上がりをしたところで多分多くの人の関心事には至りませんところが知名度が上がると買ってみようかなって人が増えるわけなんですよそうすることでやっと価格が上がっていくってところがあるんですよねでこの小道具っていう仮想通貨自体今身内で回し合って値段を上げたり下げたりすることによって目立とうとしてるところはあるのかもしれませんこれははっきりと私は言いませんけどもとにかくこういったことを通じて徐々に アナウンスをしながら、目立つ通貨になっていって、ランキングを上げながら、だんだんこう暗号通貨、仮想通貨として育っていくんですよね。別に私がその不正を煽ってるわけではないんですけども、まあ、カルデナでもそうなんですけどもね、まあ、あ最初は全然目立たなくって、詐欺じゃないかって言われたものを、まあ、カルチャールズ・ホスキンソンさんはじめ、プロジェクトに関わった方が、誠実さを訴えかけたりとか、時には根崩れして、多くの人に責められたときでも、これは必ず、 脚光を浴びるようになるからっていうふうに支えていったっていう経営がありますでこの小道具っていう通貨もただ見せかけでやってるわけじゃなくて特定のプラットフォームの中ではきちんと使えてるわけなんですよねまあ話がだらだらと長くなっちゃって申し訳ないんですけどももう一回言いますとこのプロップスという仮想通貨は一般的な仮想通貨取引所には上場してませんものすごく珍しいところにその取引をするプラットフォームが設けられてますんで通常を この暗号通貨に気づいたところでそのプラットフォームにたどり着くことはほとんどないと思うんですよでましてやそこでね自分のアカウント作るって人はかなり既得だと思いますでこのプロップスなんですけども売買を本当にしようと思ったら実はねアメリカのライブストリーミングアプリの UNO っていうところにアクセスする必要があるんですよつまりこの仮想通貨はその UNO っていうアプリを流行らせるために出してるってところもあります で、実際にそのユーノーってアプリの中で利用されてはいるんですよ仮想通貨としてつまりその小道具っていうプロップスっていう暗号通貨をユーノーのアプリの中でやり取りすることによって、まあ、ポイントを高く取ったりポイントを失ったり商品を買ったり商品を売ったりみたいなことを仮想空間でやってるわけなんですよねじゃあそれをトータルビットコインなどの法定通貨にして外に出すかっていうとほとんどの人は出さないわけなんですよ で、コイン結構の中にはこういう風な通貨もあって、まあ、しかしそのプラットフォーム内でアプリ内で出来高が上がっていけば当然法定通貨と同じように外に出すようなそんなホワイトペーパーもあるわけなんですよねじゃあここで何が言いたいかを言いますこの小道具という仮想通貨一か8かにはなります本当に投資になりますけども例えば1万円分今買えるようだったら買っておくっていう人が いるとしますよねでこの UNO っていうライブストリーミングアプリが大きくマーケットで有名になった時には売り抜けて大きく儲かるつまりは小道具っていうものに投資が成功するってことになりますでこういうふうにね可能性のある通貨をたまには取り上げてみようかなっていうことなんですよねその他別の機会をもってちょっと解説しますんで少々お待ちください このライブストリーミングアプリの有能なんですけども、まあ私がね、注目し出したのは2019年の7月12日なんですよね。で、こちらのコインテレグラフジャパンというね、有名な IT 雑誌、まあ特に暗号通貨に特化したーメールマガジンですか、サイトがあるんですけども、こちらの方にレギュレーション A プラスの承認相次ぐということで出てますよね。独自トークンの承認取得ということで。で、こういったものにも SEC がね、承、え、認、ー、出すんだなと思って、記事を読んだ覚えがあるかなってとこです。えー、もちろんそこまでね、強く偏れてたわけじゃないんで、まあ、この時点でね、仕込んでるかつては別に仕込んでないんですけどもね、そもそも買い方わかんないんで、ほっといたみたいな感じなんですよ。で、ここにちょっとね、記事をまとめたものがあります。 独立スター作成者らが制作しているオンライン動画コンテンツはますます人気が出てきている。しかしまだ作成者らが制作したコンテンツを継続した収入減する手段は少ない。ということで、まだまだね、あの評価が低かったことが、あここに記事に書いてあるんですね。はい。で、有 you 能 know なんですけども、えー、はっきり言ってね、パッとしてないまんま今日まで来てるかなっていうとこです。 このライブストリーミングアプリなんですけども多分そこまでね広まってないっていうか有名じゃないと思うんですよで結局ニュースに取り上げられることもなくってコインデスクの方にもこうやってね記事になっていてまあもうこれ取り上げませんけどもまあとにかくね思ったよりは注目されてないとだから話題をどん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 出していきたいっていうところなんだろうなと思うんですよ でここからは私がリサーチしたことのまとめになるんですけどもこのプロップスの特殊性なんですけどもまあ主にアプリ内の投げ銭システムで使用されるにとどまってるんですよ、まあ、そのたに一般的な仮想通貨のように自由に売買できるっていうよりはこのユーノっていうプラットフォーム内での経済活動を行うための独自の通貨っていう位置づけに今なってしまってるんでせっかくね今朝あの暗号通貨ニュースで取り上げたんですけども 皆様にどちらかというと、プロップスを手にしてくれっていうよりも、この有能アプリを使ってくれっていう風な意味の方が結局大きくなっちゃうかな。まあ、いわゆるその今朝の暗号通貨ニュース自体が、まあこう言ってあんですけども、釣りみたいな要素になってしまうんですよね。まあこのぐらいいろんな形で暗号通貨に、暗号通貨を使っているアプリに注目してもらわないと、 今、ものすごく低迷してるアンガウ通貨市場が、ねえー、注目されずに、ともすればどんどん終わってしまうってことになるのかなと思うんですよ。それから、このプロップスなんですけどもユーノっという特定のプラットフォーム内でのみ利用が想定されてしまっているんで外部への流通ってのはなかなか難しくって積極的に 買うことはできるんですけども、じゃあそれを法定通貨に直せるかって言ったら、確かに売買、えー、は難しいかなと思います。だからこの有能アプリの中で、経済活動を使うする、するために使ってくださいみたいなことになっちゃうんですよね。まあそうなってくると、投資家の興味っていうのは一気に引くんじゃないかなと思います。ただ将来的にこのプロップスが、他の仮想通貨取引所に上場される可能性はないことではないんですよ。そのように進めてもいますからね。 で現時点では具体的なニュースが出ていないんで、えー、いつ頃どうなるかってことはまだ言う立場にはないかなと思いますよねでもしねあのプロップスを手にしてしまった時にどうやって売るんだってとこですよね今回ノックさんがお問い合わせくださったのもこれ本当に売れるのって話してるんですけどももし売却したいと思うなら面倒くさいけど方法はあります 例えば、ユーノー内では、プロップスを他のユーザーに譲渡したり、ギフトとして送るなどの機能が提供されてるんですね。ですんで、このプラットフォームユーノーの中で、自分のプロップスをあげるから、いくらいくらちょうだい、みたいなことができるんですよ。会いたい取引みたいになっちゃいますけども、まあでもユーノー内での会いたい取引なんで、新しくユーノーっていうアプリの中で、えー、このね、プロップスが欲しいよっていう人に対して、 プロップスをユーノーの、あの、なんですかね、えー、プラットフォームから購入する方法もあるし、ユーザーから購入するっていう方法もあるんで、ちょっと、プラットフォームよりも2割引きぐらいで売るみたいなことはできるんじゃないかなと思いますね。で、またこのユーノーなんですけども、コミュニティがあるんですよ。ちょっとコミュニティ、私もね、あの入ってるわけじゃないんで、コミュニティがあるぐらいしか言えないんですけども、 プロップスに関するコミュニティとかフォーラムってのがいくつかありますのでそこで売買することもできますそのくらい本当にねあのじゃあコインチェックで売買できますかとかバイビットでやり取りできますかって言ったらできないんですけどもまあ流通してることは流通してるんですよねで一部のプラットフォームではプロップスを法定通貨に交換できるサービスを提供しているところもあるんですけどもそれがどこなのかちょっと紹介できないんですよねあのこの えー、コイン月光の中にある紹介されているあの取引所の中で、あることは、<laughs> 失礼しました、あるんですけども、じゃあ、売りたい量だけね、十分買ってくれるのかとか、で手数料がね、バカ高くなるんじゃないかなっていうところまでは、ちょっと担保できませんので、ちょっと私から紹介するのは、いつも通り、はばかられるかなと。 で、実際にスムーズにやり取りできるところがあるとしたら、それはちょっとね、教えたくないんですよね <laughs>。自分がそこを使うのを独占したいじゃないですか。まあ、ですんで、今のところ、この、プロップ数で一発当てようっていうのはね、うん、まあ、実際はないかなというところでございます。有能アプリを使って、なんとか売買ルートを自分で構築する以外はないですね。だから、気軽に取引して、 で、4000%を定期的にゲットみたいなのは、うん、あの、今朝の表現としてはね、言わせてもらいましたけども、じゃあ本当にやろうかなと思った時に、その方法は自分でやめ出してくださいっていことになります。まあ、つまり、マイナー通貨のやり取りってのは、誰かに聞けばなんとかなるもんじゃなくて、自分でそのルートを作るからこそ、自分だけがその売買市場を独占できるっていうふうに考えた方がいいかなと思います。で、逆に、手軽に売買できる 仮想通貨で、じゃあ、たくさん儲けれるかって言ったら、もうそっちの方にはチャンスがないわけですからね。まあそう考えていくとね、あの、ちょっと半分申し訳ない気持ちもするんですけども、期待はしたかもしれませんけども、実際にやり取りしようと思うと、やっぱり専門家並みのスキルが必要になってきますんで、もちろんリスクを抱えた上でですね。うん、ですんで、暗号通貨とかに興味がある人が、 最初に扱う通貨としてははこのプロプロスは向かないですねじゃあビットコインとかイーサリアムあたりからやってで余力があればこういったあの珍しい通貨にも挑戦すればいいんじゃないかなっていうところでございます、はい、じゃあ今日はこんなところで、はい、鋭いご指摘さすがの奥さんだと思います、えー、これからもねこういった形で暗号通貨の世界に注目してもらえるようなニュースはどん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 ,どん打ち込んでいきますけども じゃあ実際にそのやり取りで儲ける方法を教えてくれって言われても、それは自分でやってくださいっていう回答になっちゃいますね。そのぐらい暗号通貨でやり取りして利益を出すのは簡単なことではないよと。なんせ新しくできた投資の世界ですからね。だからこんな暗号通貨で儲けようと思うよりも、それは第一発目に FX あたりから始めた方がいいんじゃないかなっていうのは今までと同じ回答になります。じゃあお疲れ様です。